What's going on guys? 中村です。今回はファイナルの次の試合までまた日程が空くということで、次の試合は金曜日ね。それまではもうレイカーズネタで盛り上げていこうかと。というわけで今回もレイカーズトークなんやけど、このダンクマヨシ TV は年内5万人登録者達成を目指して頑張っとるんやけど、登録してない人はぜひ登録してください。そしてもしよかったら高評価もよろしくお願いします。いやー、レイカーズの久しぶりの優勝まであと1勝と迫ったわけなんやけど、今年のレイカーズはね、最初の方はね、いろいろ言われたりしてたけど、やっぱり歴代の中でも強い方よね。確実にバランスも取れとるし、まあ結果も残してきたしね。まあ本来今回プレイオフで当たると言われていたバックスとクリッパーズとできないのはちょっと残念やけど、紛れもなくこのレイカーズは強いと。そんな中ね、また面白い記事を見つけて、このレイカーズ、今年のレイカーズが歴代のレイカーズのチームでどれぐらいの位置にランクインしてるのか、要は歴代のレイカーズをランキングしてる記事があったから、今回はそこ見ていこうという企画です。まだ自分見てないけど、どの辺なんやろうね。歴代って聞いてパッて頭に思い浮かぶのはやっぱりコービ・シャック、マジック・ジョンソン、カリーム・アブドゥル・ジャバー、ジェリー・ウエスト、彼らが引っ張ってる時は強かったよね。この辺のチームがランクインされてるのは間違いないと思うんやけど、今回のレイカーズが果たしてどこにランクインしてるのか、みんなもね、予想しながらトップ5っていうことなんで、第5位から見ていきましょう。第5位は2009年のレイカーズ、コービーとパーガスルの時やね。この年レイカーズはプレーオフで7回しか負けなかったと。この5位に関してはジョージ・マイカーの時のレイカーズや、ジェリー・ウエストとウィルト・チェンバレンの時のレイカーズと迷ったけど、このコービーとパーガスルのレイカーズにしたと。もちろんね、このジェリー・ウエスト、ウィルト・チェンバレンの時とかも強かったんやろうけど、俺はね、その時を見てないからあんまりその時代はピンとこんよね。このコービーとパーガスルの時は見とったんやけど、確かに強かったよね。この時のプレーオフでは唯一手こずったのはセカンドラウンドでロケッツ相手にゲーム7まで行ったと。あ、確かこのチームにはメタワールドピース、アーラン・ブルックス、彼らがメインで活躍しとったよね。この優勝はコービーにとってシャックが離れた後の初めてのタイトルだったと。この年のコービーのプレーオフアベレージは 30.2 得点、 5.5 アシスト、 5.3 リバウンド。コービーは素晴らしいんやけど、もちろん彼にも素晴らしいサポーティングキャストはおって、パーガソルね、平均 18.3 得点、 10.8 リバウンド、 2.5 アシスト、2ブロック。この時パーガソルは全盛期あったよね、間違いなく。そしてラマーオドム、あー、ラマーオドム懐かしいね。12.3 得点、 9.1 リバウンド、3の成功率が 51.4%。 これえぐいね。こんなに3うまかったっけ。トレバー・リーザが 11.3 得点、3が 47.6%。 そしてデレック・フィッシャーね。あとはアンドリュー・バイナム、懐かしい名前ばっかりやね。この時のレイカーズが第5位。それでは次は第4位、2020年のレイカーズ。今回はね、ここまでレイカーズは4回負け取るんやけど、このままいけば16勝4敗でフィニッシュすると。このチームはもちろんレブロン・ジェームスとアンソニー・デイビスのデュオなんやけど、このポストシーズンアンソニー・デイビスは 28.2 得点、 9.3 リバウンド、 1.3 ブロック、 1.2 スティール。レブロン・ジェームスは 26.9 得点、10.5 リバウンド、 8.8 アシスト、 1.2 スティール。ファイナル MVP どっちに行くんやろうね。俺はレブロンかなと踏んどるんやけど、なんだかんだ言って彼がまとめとるけんね。そしてサポーティングキャスト、カイル・クズマ、KCP は2人とも2桁得点のアベレージで、プレーオフロンド平均 6.9 アシスト、3の成功率が 39.5%。 今回彼の3は素晴らしいよね。アレックス・カルーソとダニー・グリーンもディフェンスを頑張っていると。マーキフ・モリスも3は好調で、ドワイト・ハワードも頑張っており、彼の初めての優勝リングに向けて突っ走ってると。まあ今回はね、いろいろ言われとるけどね、バブルっていう環境だから本当の意味で優勝じゃないとか、クリッパーズとバックスと結局合ってないから楽勝すぎたとか、相手チームに怪我人が多すぎたとか、まあそういうところも全て含めての優勝やから、優勝は優勝やから。このチームが第4位。次はじゃあ第3位、85年のレイカーズ。これはもう俺間違いなくリアルタイムで見れてないね。俺が生まれる前やもん。この年のレイカーズは4回しか負けなかったと。メンバーはカリーマ・ボドジャバー、ジェームス・ウォーゼー、マジック・ジョンソン、バイロン・スコット、これらの選手は平均 21.9 から16.9 の間だったと。だからみんなある程度得点はできていたと。そして彼らはこの年クライド・ドレクスラー、アレックス・イングリッシュなどの殿堂入り選手も倒してファイナルに行ったと。しかもファイナルではあの名門ボストン・セルティックス、ここでも殿堂入りのラリー・バード、ケビン・マクヘイル、ロバート・パーリッシュとデニス・ジョンソン。ファイナルに関しては最初の第1戦を148対114で負けてから、次の試合は全て10点差以上で勝ったと。マジック・ジョンソンの平均は 17.5 点、 15.2 アシスト、
アシストえげつないね。カリームがこの時37歳やったんやけど、平均得点 21.9 点、8.1 リバウンド、4アシスト、1.9 ブロック。ジェームス・ウォーズィーが 21.5 得点、シュートの成功率は 62.2%、バイロン・スコットは 16.9 得点で、スリーの成功率は 47.6%。安定しとるね、みんなね、スタッツは。これが第3位だと。それでは次は第2位。87年のロサンゼルス・レイカーズ。もうたった今のチームから2年後のチームやね。俺が生まれた年、この年のレイカーズは3回しか負けてないと。この85年のレイカーズも紛れもなく強かったんやけど、この2年後のレイカーズはさらにパワーアップを遂げたと。特にジェームス・ウォーズィーに関しては平均 23.6 得点、シュートの成功率は 59.1%、 マジック・ジョンソン 21.8 得点、そしてカリームが 19.2 得点と。でこの時はすでにカリームは40歳やったみたいやね。40歳よ、40歳でこんだけの数字がまだ残せるんやね。そう考えてみるとレブロン・ジェームスもね、ある程度のレベルではまだまだあと5年ぐらいやれそうよね。そしてこの時 AC グリーンっていう2年目のビッグマンがスタメンでおったんやけど、彼も活躍したと。ウエストでは敵なしでナゲッツ、ウォリアーズ、スーパーソニックスを倒して決勝に行ったんやけど、決勝ではまたしてもボストン・セルティックス、ラリー・バード、ケビン・マクヘオ、第6戦まで行ったんやけど、それぞれの点差の平均は 4.2 しかなかったと。だからほぼほぼ接戦やったんやね。このシリーズではラリー・バードの最大のライバルだったマジック・ジョンソンが平均 26.2 得点、13アシスト、8リバウンド、2.3 スティールと。これが第2位やね。ってことはもう第1位はだいたい予想つくよね。それでは第1位見ていきましょう。2001年のレイカーズ、コービーとシャッカの時やね。この時レイカーズは1回しか負けなかったと。この1回がファイナルでアイバーソン率いるセブンティシクサーズ、この時アイバーソンは48得点記録してレイカーズを破ったと。ただ負けたのはこの試合だけみたいやね、プレーオフでは。その他ではウエストのチームは全てスイープ。当時のブレイザーズはデーモン・スタッダマイヤー、スティーブ・スミス、ラシード・ウォーレス、スコッティ・ピッペン、アービダ・サボニス、スコッティ・ピッペンがまだ現役の時やね。そして次の試合キングス。この頃のキングス俺すごい好きやった。この時期に NBA 見とった人は分かると思うけど、すごくキングスのキャラが濃かったよね。俺大好きやった。クリス・ウェーバー、ペジャ・ストヤコビッチ、ペジャーって言ったよね、ブレード・ディーバッツ、あとはここには載ってないけどマイク・ビビーとかジェイソン・ウィリアムスとか、あの辺のガードも俺好きやったな。そしてスパーズ。この時のスパーズはティム・ダンカンとデビート・ロビンソンのデュオが引っ張ってて、とても強かったらしいんやけど、レイカーズは平均約 22.3 得点の点差で余裕でスイープしたと。そして決勝はアイバーソン率いるセブンティシクサーズ。さっきも言ったように第1戦はシクサーズがアイバーソンの活躍で勝ったけど、その後4連勝したと。そしてこのポストシーズンのシャックのアベレージ 30.4 得点、 15.4 リバウンド、 3.2 アシスト、 2.4 ブロック、そしてコービーが 29.4 得点、7.3 リバウンド、6.1 アシスト、1.6 スティール。凄まじいスタッツやね。そしてサポーティングキャスト、デレック・フィッシャー、リック・フォックス、ホーレース・グラント、ロバート・オーリー。あ、ロバート・オーリー懐かしいね。すごくクラッチのシュート決めとったよね。まあこのチームが第1位。そうか、やっぱりこのコービーとシャックのやつが一番強いんか。でもこう比べてみるとやっぱりそうかもしれんよね。スタッツ的にも、成績的にも。シャックが凄すぎた。あの時の。まあ今後ね、このレブロンとアンソニー・ディーヴスのデュオがどれぐらいここから順位を上げていけるのか見ものやね。はい、というわけで今回またレイカーズトークやったんやけど、じゃあ今回のお題は皆さんがこのレイカーズの歴代のチームの中で一番好きなスタメン、好きな年でもいいよ。この中で出とったやつでもいいし、これ以外でもいいし、理由付きでコメントして最優秀コメントは固定します。はい、てな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。